エンリオ・ジェレッリは、イタリアの指揮者、作曲家。エンリコ・ジェレッリとも表記される。クレモナの生まれ、ジュリア・サヤーニに、音楽の手ほどきを受け、ボローニャのマルディーニ音楽院でバイオリンを学んだ後、ミラノのベルディ音楽院で作曲を学んだ。1935年から、スカラザのコレペティトゥアとなり、1940年まで、勤めた。 1937年から1946年までスカラザ付属の舞踊学校のために作曲を行った。1941年にミラノ・アンジェリク無教会を創設して1953年まで指揮者を務めた。ルネサンス音楽からバロック音楽の復興に熱心に取り組み、1951年にジョバンニ・バッティスタッペルゴレージの兄に恋した妹を アンジェリクム教会で上演したり、1959年にボローニャ私立劇場でヘンリー・パーセルのディドーとエネアスを紹介したり、1969年にアレッサンドロ・ストラゲッラの恋愛学校をナポリのサンカルロ劇場で上演したりした。亡くなる年にはエクサンプロバンスでクラウディオ・モンテベルディのタンクレディとクロリンダの戦いを指揮している。録音活動も行い、 モンテベルディの情け知らずの女たちのバンロやジョアキーノ・ロッシーニのブルスキーの詩などの録音がある。一方で、1958年にロレンツォ・ペロージのオラートリを、キリストの復活をボローニャのサンペトロニオ教会で初演するなど、20世紀に作曲された作品にも目を向けていた。クレモナにて死去。ジョン・エル・ホルムズ、コンダクターズ・オン・レコード。 グリーンウッドプレス、1982、P224、クラウディオ・モンテベルディ、イルバロデレ・レングレイト、エマ・テガニ、クローディア・カーバイ、ルイージス・スカーロ、エンニオ・ジェライワ、クアイ・ヨーケストラ・デ・シャンブル・デ・ミラン、ボックス、PL8090、キオアッチの、ロッシーニ、イル・シニオール・ブルース・キーの、ソロイスツ、エンニオ・ジェライワ、ミラン・フィル・ハーモニック・オーケストラ、ボックス、PL8460、 ありがとうございます。